すみません、理工学部行ってみたいと思います。今日の調布の全体像はこちら。まあ、ちょっとこれ全部やってるとですね、まあ、視聴時間が長くなってしまって、皆さんご覧いただけないので、河川部説明と空昇寿行ってみたいと思います。で、富山に並び替え問題あるんですが、このまは再生リストに並び替え問題の対策動画、こちらございますので、参考なさってくださいね。そして、富山の内容1問題。これまさは、慶応の他の学部、もしくは慶応以外の大学別の対策動画、こちらも参考なさってくださいね。では、河川部説明と空昇寿、一緒に頑張りましょう。 それみは、ん、まずは第一段落でございます。で、さん、一読していただいたと、このクーランアーですね。で、選択肢こちらでございますので、検討をお願いします。それでは、まずクーランアーの右側にちょっと注目していただきたいと思います。皆さん、見ての通り、海のエネルギーは、皆さん、アンナベラボー。利用できません。みさん、特にアンがついておりますので、マイナスですよね。で、さん、一方、クーランアーの左側。 1>, まあ1行目のこの辺りから見ていただけるとよろしいかと思いますが、我々は望むだけエネルギーを持っている。で、みん二2行目の左側ですね。まあ、エネルギーが増えたり減ったりはしませんと。で、みん安定してるんでしょうね。ですから空欄、クーラーの右側はマイナス。で、クーラーの左側はプラス。ですから、プラスとマイナス前後は反対ですね。ですから、こういう対比の関係が成立しております。で、みんそれで選択肢眺めていただけますと、もう一発ですね。 前後が対比の関係になるのは選択肢の8番。Yet が正解ということでよろしいかと思います。さあ、それでは続いていくこちらの下線部1番でございます。選択肢これでございますので検討お願いします。さあ、それではこれまず綴りに皆さん注目できたかと思います。そうです。サーモグラフィー。そうです。サーモグラフィーを皆さん連想した方いらっしゃいますよね。体温の変化を測定する装置でございます。 でその皆さん、体温っていうところからさん選択肢選べそうですよね。で、もしくはさんこちらに Temperature。まあ、気温、温度。まあ、熱ですよね。で、そこから行くと、皆さん選択肢の2番。Heat。良さげですね。でちなみに選択肢の1番。Fabric。織物。で、3番。サイズですから大きさ。で、4番。Weather ですから天気。ですから、気温、温度、熱。そのあたりから2番が正解でよろしいかと思います。さあ、続いて空欄1番でございます。 選択肢これでございますので検討をお願いしますそれではクー空欄市場の右はねエネルギーと書いてますねつまりエネルギーのウニャウニャで皆さんありがたいことは皆さんエネルギーは皆さん1行手前に書いてますよねそして皆さんこの「イッ m の左側「Make、yourself、ウニャウニャを利用するとか活用するそれをす選択肢検討した方もいらっしゃいますよねでもしくはもう少し遡ってこのエネルギーを「イッで受けてるところ で、そのエネルギーを利用すると書いてますね。ですから利用するという点で、皆さんこの選択肢の2番ですよね。で、皆さんちなみに選択肢の1番ですが、皆さんこれ出だしのアチーブ、達成する。で、2番すとばして3番相対性。で、選択肢4番は責任というふうに検討しても、皆さんやっぱり利用するというところから、正解は2番ということでよろしいかと思います。 サミさん、ついて第二段落でございます。さん、実は後ほどの説明にちょっと絡みますので、一読だけお願いいたします。サミさん、まずは下線部2番。選択肢こちらでございますので、検討をお願いします。サミさん、アナロジーですから、皆さんご存知の方多いですよね。そうです。類似。で、選択肢埋めていただきますと、1番は違い。2番は感情。で、3番は機能。となってくる、皆さん、4番ですよね。 似ていること、類似でございますので、正解は4番でよろしいかと思います。さあ、続いてこちらのクーラン2番でございます。選択肢これでございますので、検討お願いします。さみさん、場面はビーチですよね。で、そこにいてので突然大きな、莫大なうにゃうにゃがやってきました。 皆さん、急いでタオルを持って走り始めたんですが、皆さん、そうは言ってもやっぱりタオルはちょっと濡れてると。ですから、タオルを濡らすようなものが起こったと考えられますよね。で、選択肢の1番。皆さん、ダウンポワーは分かんなくて、皆さん、このポワーなら皆さん聞いたことがあるかと思います。土砂降りですよね。で、確かに土砂降りは突然起こりそうですし、皆さん、トレメンダス。この形容詞バッチリですね。で、なおかつタオルも濡れそうです。 で選択肢の2番はちょっと試験中わかんないので、一旦保留。で、選択肢3番はライトニングですから皆、皆さん、稲妻。皆さん、稲妻がなってもタオルは濡れなさそうですね。そして選択肢の4番。まあ、直訳すると水の落下と書いておりますので、滝でございます。ま、さすがにビーチに滝はないですね。ですが、正解は1番ということで、よろしいかと思います。さあ、皆さん、次で空欄入れございます。選択肢こちらでございますので、検討をお願いします。 んこれ空欄の右側 U star ということで皆さん SV 来てますよねですから前置詞の2番はまず×そして選択肢の3番 n o を使うんであれば皆さんこれ空所の左側否定語があるはずですよねですが皆さん見ての通り否定語がないそして選択肢の6番皆さん Regardless ということですから皆さんこれ OV が必要ですよねで、あとは残りの選択肢文法的にバッチリですから意味を考えますね 皆さん、クーラーの左側、このオレンジのとこですが、まずは土砂降りがやってきました。で、そうすると皆さん、タオルを持って逃げるんですね。で、皆さん、バスハウスってところにまあ逃げ込むと。もちろん、場面はビーチですし、そこで皆さん、ハウス、家ということですから、海の家のことでしょうね。そして、その後皆さん、自分の体を乾かしますと。ですが、もうこの辺りでわかるかと思いますが、土砂降りにあった後の行動を順番に説明しているだけですよね。 ですから単に時間が左側から右側へ流れていく様子でそれを示す選択肢というのはたさんこの禅ですよねですから空欄い、e、の左側まずは海の家そこまで駆け込んでそして体を乾かし始めますですから意味ないもバッチリでございますので正解は7番ということでよろしいかと思いますさあ皆さん続いていこちらの下線部3番の検討をお願いいたします このダンプをそのままご存知の方いらっしゃいますよね。で、もしくはこういうふうに解釈する方がいらっしゃるかと思います。すべてのタオルがダンプ。そして、あなたもということで、So are you。そうです。あなたもダンプなんですね。ですから、タオルとあなたの並列関係をもう一回説明してくれるところが、このあたりですよね。まずはェットです。まあ、濡れてるんですね。で、タオルが濡れてる。で、あなた自身も濡れてる。並列関係ばっちり。 ですから正解は一発で4番ということでよろしいかと思いますさあさん続いてこのクーラー X でございます皆さん選択肢こちらでございますが並び替え問題ですからね検討をお願いしますさあ皆さんこれは先ほどお伝えした通り皆さん並び替え問題の対策動画は別にございますので回答だけ提示いたしますね さあさ最終段落第4段落でございます。で、まずはこの空欄3番で選択肢こちらなんですが、まずは先ほど読んだ第2段落ですね。これがあった方が皆さん分かりやすいかと思いますので、この第2段落をヒントにこの空欄3番検討をお願いします。皆さんまず空欄3番で左側でございますが、水はエネルギーのようだ。そして皆さん水のうんたらかんたらな量は変わりません。つまりエネルギーも同じく変わりません。 皆さんお気づきかと思いますが変わりません。皆さんこれですよね。同じです。一定です。あとは何がと言われたら皆さんトータルのエネルギー。で皆さんそのエネルギーが水とほぼ同じと言ってるわけですから皆さん水のうにゃうにゃな量と言われたら選択肢の4番ですよね。でちなみに選択肢1番であれば最大、2番であれば必要、3番であれば適切な。ただ今回はもう根拠明確でございますので正解は4番ということでよろしいかと思います。 さあみさん、ついて空欄4番の検討をお願いします。さあさん、これ空襲の左側でございますが、みなさん、あらゆる地域に配分する、分配すると書いてますね。で、すべての地域に配分するとすれば、と考えていただいてもよろしいでしょうし、空欄の右側。あとは時にワンウェイ y n つまり、一つの道。一方通行は nothing left。ないですよって言ってますよね。そう。一方通行じゃないんですね。 皆さん逆に一方通行ということは皆さんこの画面の上の方ですね。緑のマーカーは一本だけ。そうです。一方通行じゃないということはこういうことですね。そうです。それに皆さんあらゆる地域と言ってますので、それは選択肢の3番の平等にということでしょうね。で選択肢の1番はイノマスい。莫大に。で、2番は環境的に。で、選択肢の場は興奮している。ですからやっぱりこの棒線部とかこの波線部。そのあたりを根拠に正解は3番ということでよろしいかと思います。 では最後はこの選択肢こちらから検討をお願いしますすみませんこれはもう分配とか配分でございますので選択肢いけそうですねで1番であれば貢献で選択肢2番がちょっと分かんないまあ一旦保留でしょうかねで選択肢3番は発明で選択肢4番は拒否皆さん配分とか分配という単語なさそうですねですから試験中であれば思い切って2番こちらを選んでいただけるとよろしいかと思います でちなみに選択肢の2番は分散させるでその意味をご存知の方でも皆さん2番選べそうですねですから正解は2番ということでよろしいかと思います